行ってきます。猫マトの練習試合まで4日。なんかすっげー、今日から合宿だ。援助か。4日後には猫マト練習試合。そんなお前らが勝つためにやる。ゲロ吐いてもボールは拾え。おーす、前へ前へ行くぞ。5本成功、交代です。よっしゃー。はい、おお、俺いいですか。ああ、ごめん。じゃあ移動するぞ。お、ここが合宿所か。お前ちょっと落ち着け。だって何が楽しいのさ。引き締まってめ、気を澄んだ爽やかな空気がわからないとは。用事終わったら帰っちゃうよ。何やってんの君たち。俺たちはもう、いただきます。一年風呂だぞ。どうした日向。知らない人が。子供、見間違いだぜ。ですよね、見間違い。何騒いでんだ。野屋じゃねえか。野屋さんの身長が縮んだ。笑ってんじゃねえ。あんまり騒ぐな。俺だよ、朝日だよ。ランニング。はい、早朝にも走ってるの見たぞ。ああ、もしかして試合のメンバーでお悩みですか。実力からいけば影山、菅原も今までやってきてるわけで。もしかして菅原くんが3年生だからというのがある。ああ、すいません。後輩の正セッターが怪我で出らんない時の一課だ。とにかく悔しかった。行かねえよな。おお、間違えた。何してんの。マイク。それ面白い。え、別に。あ、バレーやんの。俺もバレー部。日向翔也。コズメ。研磨か。俺1年。2年。やべ、先輩だ。バレー好き。疲れるのとかはもっと楽しいと思うけどな。いいよ。ちなみに俺はミドルブロッカー。背のでかいやつがやるポジションだもんな。まあそうだろうけど、俺も試合とか行くとよく言われる。特別運動得意とかじゃないし。じゃあさ、お前の学校強い？強いと思うよ。ケンマ。またね、翔也。またね。日向。うん、日向は本当。でももっと練習しなくちゃ。でもそれでも試合に出たい。俺もだよ。ほら、昼飯遅れるぞ。向こうのセッターなんか小さくね。学校名聞いたことないよな。ヒョロのチビとは俺たち猫魔の。鵜飼さん、俺ら3年には次へ進む切符が欲しいです。迷わず影山を選ぶべきだと思います。一緒のコートに立ちたいです。ワンプレーでも多く、穴埋めでも代役でも試合に出られるチャンスが増えるなら何でもいい。よりたくさんのチャンスが欲しい。菅原、今お前にビビってる。はい。俺にできることは全部やろう。お願いします。あ、いただきます。おい、食え。よく食うな、菅原。なあ、ちゃんと山口に食わせろ。猫魔戦、そう簡単に息が合うとは思ってね。勝つのは繋いだ方。朝日さん、菅さんはともかく縁の下に申し訳ないとか思ってん。あの、朝日さん、ずっとひたむきにやってきたわけじゃないです。一度逃げ出したこともあったし。縁の下さん、練習前の話。ああ、復帰してたのは聞いてるよね。練習についていけないやつが何人か出まして、途端に勝つための部活になって。でもまたバレーがしたくて。俺たち戻ってこれたからには改めてよろしくな。はい先生。お、ああ、ユニフォーム。おお、目立つ。そりゃお前、リベロは試合中。知ってるし、全然知ってるし。影山が一桁。番号までは覚えてないか。小さな巨人が全国出た時の番号。じゃあ運命だ。たまたまだろ。日向の好きな小さな巨人がいた頃は一度も猫魔に勝っていない。おめえ返上してくれ。どんなチームなんですか。昔からレシーブの強いチームだった。うちとは真逆だな。
しなやか。攻撃も守備もなんで強いんだ。おい日向、気張りすぎてまた吐くなよ。吐かねえよ。今俺が出してもらえるのは風呂入ってすぐ寝る。こら、走ってんの誰だ。Nước mắt lại rơi, tay ai đã dần buông lơi. Trái tim hoang lạnh trong đêm vì cô đơn, và cánh hoa phai tàn cũng đang dần nhanh hơn. Nỗi đau hằn sâu, chắc không còn gì nữa đâu. Đến mang theo những hy vọng cho cuộc đời anh, ước mộng thật lớn lao, rồi bỗng chốc lại vụt tắt. Anh mới nhận ra đều là hư ảo, chỉ tại anh cứ trông chờ những điều hạnh phúc đến rồi thật viễn vông. Để rồi anh ôm thất vọng và cứ một mình hoài ngóng trông. Cứ hy vọng lại thấy thất vọng nhiều, chỉ mong rằng ai kia sẽ thấu hiểu. Không yêu thương thì đừng để lại đây đau thương. Cứ gieo hy vọng cho nhau rồi buông tay, để bước chân vô hồn lang thang tình cơn say. Nước mắt lại rơi, tay ai đã dần buông lơi. Trái tim hoang lạnh trong đêm vì cô đơn, và cánh hoa phai tàn cũng đang dần ngắn hơn. Nỗi đau hằn sâu, chắc không còn gì nữa đâu. Bao yêu thương giờ xa rồi, chỉ còn lại ký ức không bao giờ phai phôi. Những hạt mưa今年こそは全国大会でな。今年こそだよ。6月のインターハイ予選では、翌年3月春の高校バレー全国大会に出場するが、幾度となく練習試合を重ね、両監督は引退は衰退の一途をたどることとなる。しかし今、因縁の再戦。ねえ、猫間だったの？えい、うちのセッターに。ごめんなさい。そっちこそ。なんだこれ。やんのかこら。女子マネージャーいた。焼きそばパンゲット。今日はよろしくお願いします。店長助け。ちょっと待って。おう、ケイシか。相変わらずジジイそっくりの容赦しねえよ。正直言って俺たちはデコボコでチグハグでネコマという未知のチーム相手にそれを超えるチャンスだ。滞りなく流れろ。行くぞ。お、間に合った。ネコマ高校対カラスの高校のカラスです。ショウヨ、うちのチーム強いと思うって、強いのは俺じゃなくて。なんだありゃ。ナイスショヨ。あざーっす。福永だっしゃー。頼むぜ。次は俺だ。お、たまらずタイムアウトか。針の穴を通すコントロールだ。それだけじゃ勝てやしないのさ。ショヨを止めちゃえばいい。まずは鬼から金棒を奪う。ネコマはブロックをサイドに寄せたな。エースを徹底マークするためじゃなくて、翔陽の動く範囲を狭くしちゃえばいいよ。最初に見た時は誰でもびっくりするんだと思う。慣れるんだよ。おい、力みすぎんなよ。ちゃんと打ち分けできるようになれよ。ナイスだ。ライトか。レフトだよ。よっしゃ。他人をよく観察する。でもうちの強さはそこがポイントじゃないけどな。昔から他人は苦手で関わりたくないくせに、年も家も近い黒だけ。中学は黒に言われて、でもまたなんとなく続けた。人がたくさんいた。お前は絶対にチームを強くする。酸素を回せ。正常に働くために。
ナイス。次のセット取り返す。はい。日向の動きに慣れてきたんだ。打っただけ、心は折れて。笑った。違うんだ。ギリギリでついてきてるの分かる。あいつが目の前に来ると、お前のトスとあと打ち抜けるんじゃないかって思うんだ。俺にトス上げてくれ。当たり前だ。今までボールは完全に影山に任せて、今より少しだけ弱めのトスを出してやれ。インダイレクトデリバリー、やります。空中で日向に余裕ができるようにだ。あのブロックを避ける技を全然できてはなかったけどな。いざ自分で合わそうとするとわかんねえ。すみません。点は俺たちが取り返す。後ろにはちゃんと俺たちがいるし、エースが取り返してくれるらしいし。もうやめてあげて。小さな巨人って前にカラスノにいたろ。身長は170センチそこそこで、空中戦で右に出るやつはいなくなった。小柄な自分の戦える道を作っていったんだ。じいさんが言ってたことを。人は飛び方を探すのだ。すげえ。もう一回。